デュオみたいになってますから いい感じですよ。キンキキッズみたいな。キンキキじゃねえな。北越キッズ。北信越キッズ。キンキキッズは何か知ってる歌ある？嵐の少年しか知らないです。え？天使をやめないでってじゃない？あ、知らない。千葉さん多分それオーバーサーティス多分その頃思い出してねやりそうになったちょっとやりたくなっちゃった。知ってる俺テラさんの頭の上げたいつ1年目あの控室で、メンバー外で座ってたの入って、あ、君やだと思って行っちゃったのやばいやばいじゃあこの髪じゃなかったのその時俺坊主だった俺坊主だただの坊主であの、なんか密度とかもさそう、弱々しかったからマジ何も言わずにこうやってずっとやってたの普通の絡みしたのふみやだってほんとにふみやだよやっぱマジクビになんなかったわこれちっちゃくない？ねえ、すず、すず、よし。ひつぎで鼻血出てる。柔らかいメジャー。ストレッチだよね。柔らかい。うん。ちょっと俺には。あの感度が高すぎた柔らかいメジャー刺激が強すぎるあの、ま、洗濯あ、千葉さんで上田さんのこれさここからここまでなのあれ、こんなおい、こんなキツだ、キツだ、ここ入れちゃったじゃん感謝状届いたよ、もう強いのかなサッカー協会に感謝されたよ、もうえ、あの 100周年のやつ俺もそれ入りたかっためちゃくちゃ大切に飾っとこう神棚、神棚神棚顔いいなそれ用のこれ多分ね、俺ほぼほぼデジッチのあれだと思ういや、違いますよあなたは長年にわたりデジッチでサッカー界の発展に大きく貢献されましたとか何ちゅう場所なの感情どこ行ったお前お前感情どこ行ったよお前殺し屋なんで今日今日の服装のテーマ殺し屋ですねいや、確かにお前リンカンバローズよくの、結構いますもんねいや女性が、特に何でなんか知らないですけど納得いかないけど納得いかないけどいやー顔でいた、顔でいたちっちゃい子が持ってないいいの、あの通るえこれ俺のハートももちろんあるよね、はい、あるよね持ってないだけだよね持ってないだけです遠藤呼んでみんなそうそうだよ帰りまーす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 両発両発これ毎回靴紐を抜いて中敷きを踏んでここからクラブハウスに帰ってスパイクを磨きながらインスタライブするだいたい2件の俺か川村優美帰るわ。絶対に色になっちゃうから。やったら。